コーナー切りすぎて、ちょっと足つりそうやそれでうわマイナイスゲームした。おはようございます。今日も絶対にない浜辺です。そしていつものローソンです。見てください。着々邪魔なんといつものローソンにタドツのポスター貼っております。そしていつもの火事です、はい、今日もやってくれるでしょうか。さあ、ローソンさん本当にありがとうございます。僕らじゃね、これ応援で頑張りますということで、今から愛媛行きましょう。いつものローソンにいつものポスターを貼っていただいてます。どうもありがとうございます。はい、ということで四国リーグ第5節 VS レベニロッツさんと今日は試合していきます。今日はあの四国リーグ第5節なんですけども、結局6節7節が先あって、最終的にこう5節が来たっていう、ちょっとなんかね、こうごちゃごちゃしてるんですけども、今日は5節ということでやっていきます。まあ今日はですね、またアウェーなんですけども、まあ、結構僕もバスの中乗ってて皆さん雰囲気良かったですし、で前節もですねアウェーでテユさん勝っております。今ね結構勢いありますし、練習とかでもですね結構皆さんコンディション上がってきてるのかなと思いますので、まあ、今日もですね、タドツらしい試合でしっかりと勝っていこうかなと思いますので、じゃあちょっと今日の一言を、じゃあちょっと、ね、ちょっとレジェンドにちょっといただこうかなと思います。ちょっと行きましょう。イベントかませれへん。今日の一言、お願いします。今日の一言、帰りのバス上げてこう。行き死のバスも上げてきました。はい、ということですね、じゃあ早速行ってみましょう。その話終わったけど、伸ばして、俺らもう終わったけど、伸ばしてこの話、この話ですか、うん、でもこれってほんまにマジどこ歩きの子らしい、変わったらいかんやん、変わったらどうなるんですか、どうなるどうなる、ドドスカ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 ドドスカスカスカ、まだ牛乳、ほんまにどこ歩くらしい、どこ歩くらったら絶対試合前しか輝けんだけど、今なんかしよう、アシハリーとかヨーロッパ試合始まったらお前ライガーキックしかせんない、決めとるでおい、そんなたくまくんを吹っ飛ばす一発ギャグ、ドドスカスカスカドドスカスカスカドドスカスカスカ、まだ牛乳、いや言われてやるでしょ、どうしたお前、ニコ流しでカットするんだよ、二言も行くんで、浜田さん、今マコーラが、スタジアム終わった瞬間、ニューとかの時にこれがピキッちょっとピキッて動いたら、危なかったですね、僕は抑えたこれ良かったです、良かった、危なかったです、ちょっと危なかったですすいません、それはちょっと後で言っときます、すいません腕が動いてまず自分たちの立ち位置を確認しましょう。今日、勝つとリーグ戦ではやっぱ2位に浮上できます。で他のチームは今日リーグ戦ないん でこの試合の重要さというか違った雰囲気で来ているんであれば、ここからしっかり締め直してほしいなと思います。まあ、こうでもこうでももうやり方は、MC でやってるとミーティングでやってるとさあ気持ち入れてよっしゃー全員に行こう。おっしゃ、いい声出して、いい声出して、盛り上げる声でいいよ。いつも通り、全員に行こう。はい、頼むよ。おっしゃ、行くぞ。行くよー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 。行く
決まった。気持ちいい、気持ちいい。勝つで行こう、後半。オッケー。よし、いい声でね。よっしゃ。勢い大事やけど。はい。出していきましょう。はい。ジョー！はい。はい、ナイス。はい、ゴールくん。あ、行きます。すいません。ゴールくん。はい、ゴールくん。はい、ゴールくん。はい、ゴール。
足つりそうやそれでコンビ何点でも3本打ったね短い時間で3本やんそう決め切った振りやった俺3本キーパーってた決め切った惜しいな悔しいうわはいお疲れ様ですお疲れ様ナイスゲームでしたに大きい貸し店さんにナイスでしたはい3、2、1、オープンおめでとう片付け片付けしよう今日買ってよかったな ASMR いや買ってよかったな、まこちゃん勝ちましたマジ4年ぶりぐらいの勝ち勝ちました嬉しかったな勝ちましたよかった肩大丈夫いやほんま嬉しかったいや今日からのジリの部屋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 試合後のシリーガー後のジリあいやジリの部屋ジリの部屋カミングスヌーこれ撮ったん今撮っとるはいということですね、四国リーグ第5節レベニドスさんと、試合終わりました素晴らしい勝利を皆さんありがとうございましたありがとうございますありがとうございますあのですねいや本当に今日はめちゃめちゃでかい勝ち点3いただきました皆さんねもうめっちゃ今日はなんていうんですかねバチバチでしたし守備も頑張ってましたしで攻撃ももうバチバチいってましたし、もう本当に素晴らしい試合かなと思います。これで僕は2位ですか ?2 位に上がったということでですね、モチベーションも僕もなんかちょっと高くなってます。で、来週、中村クラブさんとやります。そこも大事です。で、その次に、また前者の四国予選がありますので、これも大事です。もう本当にね、大事な試合が続きますので、チームたちも、しっかり休んでいただいて今日はもう美味しい勝利を届けたいなと思いますってことで、今度はこんなねたくさんのサポーターも来ていただき本当にありがたいですまたね、ホームでも、全力出して上でも全力出してもっとたどつは勝っていこうかなと思いますので今日は皆さんありがとうございましたでは失礼します